本日はですね、我々の方から先に言ってるんですか、祭りごと政治を身近にするユーストリーム番組ということで、仙台から、いつもですね、政治についての話を、まあ、気兼ねなくできるような場を作ろうということで、番組をやっております。で今日はですね、お隣にいらっしゃいます、衆議院議員の林浩樹さんをお招きしておりまして、はい、スペシャル版ということで、お送りいたします。まあ、そう緊張せずいつも通り、いつも通り行きましょう。でしかもですね、今日はなんと、我々その祭りごとといえばユーストリームで配信してるんですけど、うん、今日なんとニコ生でも。おそうなんですね、はい、いつも私が月に1回ですね、はい、林浩樹 TV っていうのをやってまして、はい、不定期にやってるんですけれども、はい、まあ、月に1回はやるということでやってるんですが、はい、それと今回、ね、はい、この番組をこうコラボしてですね、ニコ生の方でも今放送しているという状態です、はい、同時中継ですね。同時中継、はい、という形です。なので今日は、2時間今日から6時までですね、林さんにいろんなお話をちょっと伺っていきたいと思ってますので、はい、ぜひどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで最初にですね、今日は他にも出演していただいているメンバーがおります。これは林浩樹 TV 史上最大、最大ですか。多分この先も最大でしょうね。最大ですか、はい、じゃあぜひちょっと一人ずつですね、簡単に自己紹介をしていただきたいなと思いますので、はい、じゃあこっちからかな、はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、東北大学、農学研究科、修士1年の青木優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分ですね、今林浩樹 TV の方では、はい、どこまで映ってます？全部映ってます今。多分あそうか、全部くらいかな。はい、あ、映りましたか。はい、今一番左端、はい、あ、向かって右端ですね。向かですね、はい、はい、じゃあ続いて、はい、NPO 法人メディアアジの根本総一郎でございます。こちらの祭りごとという、番組を嬉しさんと一緒に、はい、やっております。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。一応私もですね、その NPO 法人メディアージの、漆田と申します。この祭りごとの番組を、まあ、根本君とあと今日参加してないんですが、他のメンバーと一緒に、不定期で配信しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。林さんは最後ですね。はい、はい、こちらに行きましょう。はい、某証券会社に勤めております小谷と申します。はい、僕も祭りごとに、ですね、ボツボツとさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東北大学法学研究科大学院生をやっております佐々木海と申します。普段祭りごとは一視聴者ですけれども、まあ、この機会に出演させていただくということでいろいろ勉強させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。林浩樹議員事務所でインターンをしています及川遥と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで途中もしかしたら入れ替わりがあるかもしれませんが、こんな感じでですね、林さんを囲んで、まあ、我々仙台に住む何でしょう、まあ、有権者ですか、一有権者というかなというか市民としてですね、今日は手強い、徐々にですねちょっといろいろこう突っ込んでいろんなことをですね聞いていきたいと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで最初は第1部を今回ですね2部構成になっていまして、第1部は、主に政策についてですね、お話を伺います。で第2部は今度政局についてということで、うんうん、2部構成でちょっとやらせていただきますが、これはちょっと理由がいろいろあってですね、うんうん、はい、我々祭りごとという番組をもうかれこれ20回ぐらいやっているんですけども、で例えば最新の内容だとその集団的自衛権についてちょっと我々で率直に話をしましょうという会を設けたりとか、あるいはその選挙が近いときはその衆議院議員選挙今度どうなるんだろうみたいな話をしたりということをずっとやっていたんですが、その中でですね結構その政局の話ですか、例えばその今民主党がどうなっているとか、どこどこの党がまあ分裂してとか、でもちょっと後で影響話関係していきますが、をするとですね結構見てる方からもうそんなことは政治の本質じゃない、そんなくだらないこと話してないで、もっと何が大事なのか政治の話をしろとかっていう結構お叱りのコメントをいただいたことがあったんです、はい、ただ我々もやっぱりこう少なからずこう政治家の皆さんとかといろいろお話ししてたりするとですね、いや結局そのどういう政党を選んでとか、あるいは どこに所属してでどんなことを訴えて、あるいは選挙活動っていうのをどれぐらい頑張ってっていうのがやっぱりその一人一人の政治家さんにとってはすごく重要だし、でそれが最終的に我々のこう暮らしとかにも影響を与えてくるんじゃないかなっていうふうに感じる部分が結構あって、うん、なのであえてですね後半は、まあ、ある意味その今の結衣の党に
言われて、まあ、結構今今年のその政局の動きをですね、まあ、作られている中にいらっしゃる林さんにちょっとその辺をあえて聞きたいなと。なるほど。ということで2部構成にしておりますので、あのね、その政局の話はまた2部の方でするんですけど、まあ、ちょっとだけ言うと、はい、私もね、あのこの1期目ですよ、まだ、はい、1期目の最中から、はい、ここまで動きのその中にね、はい、巻き込まれてないです、うん、多分自分で結構主体的にやってるところがあるんで、はい、まさかこうなるとは思っていなかったんですけれども、あ、はい、まあ、その辺ももちろんね、はい、理由なくやってるわけではないので、それなりにこう、はい、うん、思っていたこととか、はい、今どう考えてるのかとか、それはね2部の方で話をしたいなと思います。ぜひ聞いてみたいと思います、はい、なので一応あの今回タブーなしというふうに、うん、林さんから言われていただいてますので、もしあのタブーが発生したときは、タブー発生したときは、この辺のやつをなんか使って、っていう、もうすでにですね、ニコ生上では結構熊でいじってもらってる、はい、これは何なのかっていうのも多分2部にお話しする感じなのかな、そうですね、そうですね、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、じゃあ早速第1部制作についてということで、まあ、制作なんですけど、やっぱり今日林さんにせっかく来ていただいているので、まず林さんのご紹介を、自己紹介を含めてしていただきたいなと思っておりますので、はい、まずはじゃあ、はい、林さんに自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。分かりました。はい、改めて、はい、あの、仙台、宮城県以外の方でもね、見てらっしゃって、もしかしたらあまりこう存じないという方もいらっしゃるかもしれないので、そうですよね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、あの今衆議院議員をやらせていただいてます林浩樹と言います。で、まあ、所属政党は、まあ、ちょっと触れていただきましたけれども、ゆいの党というですね、まあ、私が当選したときはみんなの党という政党で出たんですけれども、まあ、その後いろいろとありまして今ゆいの党という政党に、まあ、なっております。で、ね、まあ、あの最近のゆいの党といえば、まあ、今度維新の会、まあ、維新の会の方も2つに分かれましたけれども、まあ、その片方とですね今度合流するというニュースで、まあ、知っていらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんな形で、ここまででですね、1期目の、うん、まあ、1年と8ヶ月ほど、まあ、今議員をやらせていただいている状態だという形になります。で、まあ、林って何ぞやと、ね、まあ、でも私も、ね、宮城県で育ってで、まあ、宮城県で議員になってますんで宮城県以外の方はおそらくご存じないだろうなと思いますので、まあ、どんなことしてたんですかねということなんですけれども、まあ、ざっくりを言うとですね、あ、ちょホームページ出して、はい、これ映ります、はい、こちらをですね今、うん、この、はい、そうですね、はい、はい、あの林浩樹 TV ご覧の方はですね、まあ、ちょこっと知ってるだろうということでちょっと画面には出ませんけれどもあの話だけさせていただこうと思うんですけども、あのとりあえず年齢を言うと、1977年生まれなので今36歳、ね、で今年が、37歳の年だという形になります。若い、なんかうちのスタッフがなんか意味深な形でこっち見てるんですけどなかった、はいはい、最近彼反抗的でですねいろいろ物申したそうな顔をするんでちょっと気になる気になるんです、すごい、はい、で、まあ、宮城県の名取市というところ、はい、まあ、仙台市のですねすぐ南側の市なんですけど、ね、はい、まあ、ここで高校時代まで住んでまして、まあ、名取二中という第二中学校という中学校を出てこの後仙台第一高校を卒業した後に、はい、まあ、大学からは東京に移っていて、まあ、東京でですね結局16年いたんですね、はい、で大学を卒業した後、まあ、一度、まあ、ソニーという会社に入っていて、でそこから、まあ、マスコミに転職してですね、はい、で、まあ、転職というのもどっちかというとそのラジオの番組で、まあ、パーソナリティというものをやるということが多かったです、はい、で、まあ、震災をちょっときっかけにしましてですね、まあ、それまでは政治家になろうなんて思ったこと一回もなかったんですけど、あ、そうなんですか、まあ、政治家になったきっかけって聞かれるとやっぱりこの東日本大震災、うんうん、でその時、まあ、東京からですねいろいろ支援活動とかで、何度も何度もこちらに来ている時に、はい、ちょっと政治に対して疑問を持ったというところが、まあ、きっかけで、まあ、衆議院選挙2012年の12月ですね、その時に、衆議院選挙にみんなの党から公認候補で出まして、はい、で、まあ、あの比例東北で当選させていただいたので、はい、今に至るという格好になります。はい、はい、ありがとうございます。非常に短く言うとこういう感じです。はい、震災の後、仕事を辞めて仙台に戻られたってことなんですか。 そうですね、仕事は辞めました、はい、なんでかっていうとマスコミの仕事っていうのは、はい、特にその政治職がつくともうできないんですよ基本的に、うん、なので一回それを辞めてもう無職ですという状態で来たと。なるほど、はい、ありがとうございます。そこでじゃあ
最初はもう本当に政治家になるとかそうではなくて、まず東日本大震災があって戻ろう、まず地元に戻ろうと。そうですね。でこちらに戻ってきた中で、うん、政治家を志さなければいけないという何か出来事って、それともなんかいろんなこう積み重ねというか、一つの大きなこう政治家になろうって決断するようなきっかけがあったのか、それとも、それでいくとですね、まあ、地元というかその被災地でいろいろ活動していると、それはそれで活動している人間なりに、これこうした方がいいんじゃないのかとか、回した方がいいんじゃないのかって結構考えるんですよ、で、実はたまたまその大学時代の先輩なんかのこのつてでですね、当時のまあ今の内閣府、内閣府なんですけど、その内閣府の職員さんとかにあのこういうことをした方がいいんじゃないかってこう提言書を出してみたりとか、なんかいろいろやったり、あとは地元の行政に、いやこれ例えば物資すごい余ってましたよね、避難所の物資なんだけど、あの僕たちがこうフォローしてた地域っていうのは避難所に入ってない人たちだったんです。いわゆるその自宅で避難生活してるみたいな感じの、1階部分がダメだったけど2階部分に住めるからって住んでしまってる人とか、たくさんいたんですけど、そういう人たちにこう本当にですね、足で拾っていく感じなんですよ。で、でここにいた、あそこにいたっていう形で、今何が足りないですかって言って、それをこう東京の方からまた集めてきてこう持っていくみたいなことをやったんですけど、まあ、物資が避難所で余ってるんだから、それをじゃあ何らかの手続きをした上でですね、こっちに分けてくださいみたいなのを例えば言ってみても、いやそれは避難所で使うためにもらったものだから、とかね、いろいろ当時あったじゃないですか。ありました。あの数が足りないから一つも配らないみたいな決断をしてしまうとかっていうのが例えばあったりとか、まあ、あとは例えばこの地元にいると、ここの道路は一番最初に復旧させないと何にもできないよとかっていう、例えばあるんですね、でそれをこう当然その地元の市町村はないんですけど、まあ、市町っていうのがこう復興庁に、復興庁じゃないな、当時復興庁なかったんで、まあ、行政の方にこう要望してもですね、まあ、村井知事が言った有名な、まあ、復興庁じゃなくて査定庁だっていう言ったことありますけど、まさにその状態で、いやそれはこれこれこういうでダメだと、でこっちの事業だったらすぐお金つけられるよみたいなお話をですね、結構いろんなとこ聞いてたんですよね、まあ、マスコミに立ってるのもあって、でそういうのを考えた時に、まあ、基本的にこの国っていうのは地元の要望じゃなくて国がこうせえああせえっていう形なんだな、本当にこの国難においてもっていうのをまず一つ感じたのと、あとはこれだけね、日本全国がもう、あの時原発事故も、ね、同時にありましたから、日本全国はもうこれはもう一大事だと、ここ数百年でもしかしたら一番やばい状態かもしれない、こんな状態だったらね、あの普段足の引っ張り屋ばっかりしてる政治家もここばとばかりはもうオールジャパンで行こうってなるのかなと思ってたんです、でもみんななると思ってたでしょ、思ってました。それが、それがさっき のパワーポイントの資料にちょっとその新聞の資料を載っけてあるんですけど、それのですね、これちょっとね、見づらいと思うんですけど、まあ、これいろんな理由があったと思うんです、こうなったり背景にはね、いろんな理由があったと思うんですけど、まあ、例えば当時ですね、まあ、宮城県の中でこう自民党さんとか公明党さんが、まあ、当時の政権与党民主党さんですから、民主党さんにこう、ここはね 大連立っていう言葉がまあいいかどうかは別として、こう一緒になってやろうよと言ったんですけど、結果的にいやそれは必要ないみたいな話になっちゃったりとかして、一体何をやってるのかなと、でそれをこうしてる間に、まあやれあの大臣がなんかそのいろいろあったじゃないですか、こうつけちゃうぞ事件とか、つけちゃうぞ、ちょっと上から目線で村井知事に物言ったとか、もうあれだけの国難の時に、まあ、確かにそれいけないんだけど、それ今構ってる場合じゃないでしょ、僕らなんか思ってるわけですよ、現場見てると、さっさと先に進めてくれっていう時にでも、結局そうやって積極的な足の引っ張り合いをしているっていうのを見て、まあ復興そのものもやばいんだけど、こういう政治のやり方してるとね、僕らの子供の世代が大人になる頃だ、20年とか30年後には多分この国大変な状況になってるんじゃないかなって、そこでなんか危機感を覚えちゃったんですね。でそれで、まあ、やれるんだったら僕たちの世代で、まあ、そういう政治のやり方を変えていきたいと思ったというのが、まあ、政治の道を志したきっかけなのかなということなんですね。なるほど、まあ、非常にですね、
話すとものすごく長くなるんですけど、まあ、できるだけ短くしたらこういう感じです、はいはいはい、なるほど。あの私なんかは結構その見てるとやっぱりその政治家さん、うん、なかなか特にその小選挙区で当選しようとすると本当にこう地域のいろんな、うん、なんていうんですか、うん、根回しというか、うん、あのね、票を握る力とか、うん、いろいろ必要じゃないですか、まあ、そういうことを結構最近、ね、あのいろんなところで目にするなと思うんですけど、うん、でも本当に直前に、まあ、衆議院選挙が、うん、林さんが当選された衆議院選挙では2012年の末ですから、まあ、2011年の、地震があってから、うん、まあ、戻られてきてさらにこう目の当たりにしてから政治家を志してってなると本当に1年かそこらぐらいの期間で、うんうん、まあ、選挙に臨む。そうですね、結局2012年の、はい、4月にこっちに、はい、4月の最初に戻ってきたので、はいはい、でその年の12月ですから、はい、まあ、活動したのは8ヶ月で8ヶ月衆議院選挙になって、はい、っていう形ですね。でその中で、まあ、みんなの党さんの公認を得ることになって、うん、っていう流れなんですが、それってでもそもそもそなんか大変っていうか、うん、慣れるもんなんですか。慣れるもんなんですかと聞かれると、あの、まあ、慣らせていただいたのでっていうしかないんですけど、まあ、いろんな、ね、要素があると思うんですが、はい、でもその変な話、その、対はないんですけど、あんまりその宮城県内での知名度は、うん、ないですね。ないですよね。ないです、はい、あの僕を知ってる方からは東京で出た方がいいと言われて、はい、もしくは千葉県で出た方がいい、はい、っていうのは、まあ、ラジオのディスクジョッキーを、はい、まあ、千葉県の FM 局でやってたりとかして、はい、でこちらの方では放送されていない、放送されてないですね、はいはい、なので名前という知名度という意味で言ったらそっちの方が良かったんじゃないかと思うけど、はい、いやだって復興っていうところがキーワードなわけだから、はい、当然それふるさとで出るでしょっていうことなんですね。はい、はいはい、そうそう、で、まあね、こっちのコメントみんなの比例でねって書いてますけど、そうそう、だからみんなの党の比例代表で当選してるから、はいはい、まあ、それはまた後で話しますけど、そうですね、はい、出てきますね。そう、はい、まあ、当然選挙区ではですね、はい、あの土井徹さん自民党の、はい、で、まあ、民主党の郡和子さん、はい、ね、はい、で、で僕という形でですね、はい、まあ、今宮城区には3人、はい、衆議院議員がいるという状況ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか早速なんですけど、あとさっきですね、あのニコ生の方からなんか女性が足りないみたいなコメントが流れてたんですけど、確かにどうですか、あのインターンの方ぜひ小谷さんとパソコンを貸してください。ぜひ、はい、インターン代表ということで、そうですね、はい、こういうしょうもないことも挟んでいいので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかし最近 の、 あの学生さんって本当優秀だなと思う、はい、本当ですか、ね、どうですかインターンの皆さん。今日はあのね、お盆休みの宿題ってことで、はいはい、あの僕あの農場を借りてまして、でそこで枝豆作ってるんですよね。枝豆、はい、あ、はい、あの私のフェイスブックの知り合いの方でも言ってました、なんかその畑耕してるの見るんだよねって気になるなって言ってました。そうそうそう、でその枝豆を、はい、じゃあ世界に売る戦略を考えてくださいっていう宿題出したんです。いやまさかね、ハラール認証を取るとかね。ハラール認証、なるほどなるほど、はい、イスラム圏で売れるように。そうそうそう、はい、まさかそこまで踏み込んだ戦略が来ると思わなかったんで、優秀だなと。優秀ですね。優秀です、優秀です、はい、そんなインターンのとから見た林さんの印象ってどうでしたか。今どれぐらいの期間インターンをされてるんですか。8月の最初からだから、あ、まだ2週間、まあ、お盆を挟んだらまあ2週間ぐらいってぐらいですよね。ですね、はい、どうでした。もともと政治家さん、政治について興味ってあったんですか。全然興味がなかったんですけど、はい、そのインターンの .jp の主催の議員交流会というものに参加して、はい、そこで初めて林議員と出会ったんですよ。はい、で出会ったなんかちょっと気恥ずかしい。出会ったっていう、はい、最近 あのね、あんまりないじゃん、こういう、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、でそこで林ひろきさん その政治家になった理由とかそ う、はい、そういったものをいろいろ聞いてて、はい、なんかもうこんなに夢を持った大人がいるんだっていう、なんかもう自分がこれから今大学生なんですけど、社会に出てくる上でこういう大人になりたいと思って、で、はい、インターンをするかしないかもちょっと迷ってたんですけど、林さんに出会ってから
名古屋さんの元で2ヶ月間過ごしたいと思って、あ、はい、そんなもうね言われたらもう、はいはい、できるだけいい2ヶ月間にしてそうですね思いますね、はあ、全体的にプロポーズっぽさがありますね林さん大変綺麗な奥さんいらっしゃいます。いやね、はい、私は経営者だったらね、もう次のボーナス査定がちょっとプラス、あ、議員インターンとボーナスって、あ、お金って出ないですか、出るんですか。あ、出ないです、出ないです、もう本当に ボランティアベースって言って、完全にボランティアな、うん、そう、完全ですね、うん、はい、だからよく来てくれるなって、むしろ、いやでも林さんやっぱお若いっていうのもあるんですけど、話を聞いていてもすごく私もあの以前のこの祭り元の活動とかで、まあ、何度かお会いしたりとか、まあ、ちょこっと 道でお会いしたりしましたけど、やっぱりこう話がすごく我々若い人とか、あと政治に全く関心ない人でもきちんとこう伝わる言葉とか、そういうその態度でお話しいただけるんで、そこはなんか、まあ、世代が近いっていうのもあるでしょ、近いっていうか、まあ、近いって言ってもね、大学生の皆さんとはもう15歳ぐらい違ったりするわけですけど、まあ、宮城県内の国会議員としては一番、まあ、若い年齢ですし、まあ、自分自身もあの割とやってきた業界が若い業界ですかね、扱うものが、なのでできるだけこう分かってるつもりではいるんですよ、こういう言い方をすると伝わらないとか、なのでできるだけそういうことを考えてあのお話しするようにしてるんですが、ぶっちゃけ伝わらない議員さん多いですよね。どうですか、あんまり、あの、いやイエスと言わなくても構わないですけど、この方本当にこう永田町の言語なんだなみたいな議員さんいらっしゃいますよね。そうなんです、そうなんですけど、はいはい、一応皆さんのフォローをするわけじゃないんですが、はい、やっぱりそのお話をするときについ出ちゃうんですよね。その単語を使った方が短く伝わるっていうパターン、うん、はい、二字熟語で言った方が、ね、なんかこう短く伝えられるんじゃないかみたいなのがやっぱりあったりとかして、はい、うん、そういうこともあるからついつい使ってしまう、はい、あ、なるほど、うん、それが我々にとってはあんまり馴染みのない言葉だったり、うん、表現だったりしてしまうっていうのが結構そうですね、あるってことですね、うん、で、あの、はい、よくね、はい、僕がまあ、ソニーという会社に勤めていたときによく外資系の方とお話することよくあったんですけど、はい、外資系の方ってあの時、はい、例えばコンサルティングの人なんかそうなんですが、はい、結構横文字使うでしょ、はい、バリューを出すとか、はいはい、あれが、はい、そう、はい、ドメスティックな人間としてはなかなか分からないっていう経験があったら、多分そういうことと一緒なんだろう。あ、なるほどなるほど、そう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 、そっか、やっぱ政治についての言葉、そうですね、なんかそういうのもじゃあ学ぶ場があったらいいんですよね。そうですね、今ビジネス用語をすごいなんかあの糸井重里さんの本とかで大人語とかなんかそういうの本あったりしますから、政治家語みたいなやつもなんかちょっとまとめて編纂して、ね、女子高生がちょべり場とか行ってた時代に多分大人の人はなんだそれはって言ってたと思うんですけど、僕は社会人になってからはむしろ大人の方が分かりにくい言葉を使ってるんじゃないかなっていうのはものすごくありましたね。ちょっとやっぱ若い方からすると置いてかれちゃうから、まあ、そこら辺がねすごく話がつあの分かるなっていうこともあって、今回あの祭りごとはあの本当特定の政治家さんとか政党さんのことをこう支持するとか批判するため あの番組ではないというスタンスでずっとやってるんですけど、でもあえて林さんに来ていただいたのはやっぱそこら辺がですね、ちょっと話がぜひ、あのもちろん林さん以外にもいらっしゃいますけど、できるだけ、はい、でもできるだけいろんな方にお話聞いた方がいいと思います。そうですね、今日は、はいはい、あれですよね、はい、国会議員はい、で、はい、この祭りごとに登場するのは僕が初めて、ね、初めてです、はい、なので、はい、まあ、僕の、はいはい、主義主張とか思想っていうのはもちろんあるんですけど、できるだけニュートラルに今日は話をしようかなと、ぜひ両方の立場っていうね、ことを考えたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんどうですか、さっきちょっと一回振りましたけど、林さんに今ここでちょっと聞いてみたいこととかぜひありませんか。はい、いいですか、どうぞ、はい、そのいきなり、まあ、ある意味あの政治の世界に飛び込もうと思った時に、うん、はい、そのまあ、例えば市議会議員からやろうみたいな人とか県議会議員からやろうみたいな方いますよね、うん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 、その中でそのいきなり国会で行こうっていう、うん、その決断をした理由というかそのあたりをお聞きできればと思うんですけど。あ、分かりました。それは、はい、僕の政策の中でも重要な、まあ、柱でもあるんですけど、まあ、統治機構改革っていう、うん、まあ、あの維新の橋本市長がよく使っている言葉なので耳で聞いたことあると思うんですね、はい、でその震災の時に何を感じたか、感じて政治家になろうと思ったかっていうと、それ細かく言うと要はですね、あの地方というか地域が自分たちの町を自分たちの
思い描く図に従って作るっていうのが正しいやり方だと思うんですけど、うん、今は違うんですよね、うん、あの地方でうちの町はこういう形にしたいんですっていう絵を描いて国に提出すると赤ペンで直って帰ってきてそれに従って町づくりしなきゃいけないっていうシステムなんですよ。でこれをまず改めないと特に震災みたいなあのスピード感が必要な時っていうのは、はい、なかなか物事が前に進まないなと思っていてまずそれをやるべきだと。なるほど、まあ、その形が今の都道府県っていうのを残して、まあ、権限を移すっていうのでもいいし、まあ、あるいは僕らはもうちょっとあの先に進んで道州制っていうのをやった方がいいんじゃないかって言ってますけど、まあ、その形はまあ次の段階でいいかなと思っていて、とにかく今国がですねあの膨大な権力と財源をまあ霞が関で握っているっていうこの構造を改めるっていうのがやっぱり最初だと思ったんですよ。これやんないと何も変わらないと思ったんです。そうですね、なのでできるだけあ、まあ、それをやろうとしたら国政に出ないとできないですね。まあ確かに、うん、もう法律を変えなきゃいけないっていう話になってくるんで、はい、そうそうそう。だから例えて言うと今もうなんて言うんだろう、霞が関というか中央政府っていうのはあまりにもですね巨大な権力と財源を握りすぎていて逆に身動き取れないみたいな状態なんですよ、うんうんうん、まあ、簡単に言うとだからなんだろう、よく言われるのは、はい、まあ、パソコンに例えて言われるんですね、はい、うん、あの CPU が、ま、あと違うな、オペレーティングソフト OS、はい、OS が古いまんまで、はい、あの他の機能だけどん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 進化してる。あ、なるほど、だいろんな手段がどん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 発達してきて、このインターネットもそうなんですけど、うんうんうん、でネット選挙解禁っていうのだってまだできないでしょ。実質的にはネット選挙解禁って去年やれたやつっていうのは要はネットで情報発信してもいいですよっていう選挙運動までってことですよね。でそこまでなんですよ、うんうん、じゃあネットで投票できるようになった方がいいですかとかそういう議論ってあんまりなくてまだ、うんうん、言っても取り上げてすらもらえない状態なんですけど、うんうん、まあまあ例えばそういうことですね。だからその OS 自体を変えないといけないなという時に、うんうん、その OS をどういう形にするんですかって言ったら、まあ、地方にがそれをこう自分たちで選んで一番動かしやすいソフトを選んでくださいっていうことができないとダメですよね、うんうんうん、っていうことなんです。なるほど、国の権力からやっていく必要がある。わかりやすかったです、ありがとうございます、うん、まあ、道州制もいろいろあるんですけどね、問題的にも、いや、いろいろあるんですけどね、道州制の話もぜひ詳しくお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、まあ、でも他の人もいるんですけど、はいはい、他にどうですか、聞いてみたい方、はい、あ、そうですね、はい、はい、あの林さんは、まあ、名取市からその東京に出られてまたこちらに戻ってきたというか戻ってこられたという形だと思うんですけれども、そのどうしても私はあの地方都市でしか住んだことがないということで、ちょっと東京はあんまりにもいろいろ握りすぎてずるいなであるとか、あるいは先ほどの話かもあるかもしれないですけど大きすぎて少しちょっと大変そうだなとかいろいろ思うことがあるんですけれども、実際にこちらに戻ってこられてその東京 の, そのいわゆる都市大都市の論理、中央の論理をあのご存知になられた上でこちらを見た場合にその地方の課題ですとか、うん、あるいは都市と地方の格差って言われているときにそれは一体実態は何なんだとか、そういったところにお考えはございますか。あ、非常に難しい質問が来ましたね、まあ、やっぱりそのいろいろ問題はなんていうんだろう、一つにまとめることはできないぐらいいろんな種類の問題がやっぱりあると思っていて、はい、まあ、ちょっとじゃあ東北に限定して言うと多分ですね、東北はですねあのさっき地方分権すべきだって言ったでしょ、ちょっと矛盾するんですけど、はい、分権したときに今その権力をちゃんと行使できるリーダーシップを取れるような人、まあ、リーダーになれるような人っていうのは今いないんですよ。そうですね、うん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 、ものすごく思うんです。優秀な人材どうしても東京とかに固まって、そうなんです、こちらになかなか戻ってこない、いろんなインフラが、あるいはまあ教育機関も含めて今関東東京に集中してしまっているので、やっぱりみんな、まあ、僕も人のこと言えないですけど、やっぱり大学生になったら東京に行って、あるいは大阪の方に行って、でそのまま帰ってこないとかっていうのがあるじゃないですか、はい、これはですね結構崩すのが実は難しい壁なんですよね。でじゃあ一回真ん中というか中央に行った人が戻ってくるぐらい魅力的な都市にしなきゃいけない、例えば仙台なんか思うんですけど、じゃあその時にそういう街を作る時に必要なのは何ですかっていうと、リーダーシップのある人なんですね。でそういうことをやってるとどん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 ですね、地方の都市の、まあ、若手が少なくなっていって、うん、でまあ東京に集中してしまうがゆえに
まあ、地方の活気が失われる、で地方で子供を産む人も少なくなる、で東京に行くと本当に忙しい人たち多いですから、まあ、東京でも子供が生まれなくなるみたいな感じの構図はですね、はい、結構あるんじゃないかなと思ってますね。なるほど。そっか、東京、そっか、東京に人口が集中しているように見えてるけど、東京でもどんどん人口は、要するに子供を産む人たちが減っていくみたいなことも起きてるんです、ね。まあ、いろんな要素あると思うんですよ、まあ、少子化に関してですね。各有私もまだ、ね、子供いませんので、はい、まあ、こういう人たちやっぱ同世代でちょっとずつ増えてきてしまってると思うんですね。どちらかが例えば地方の一人負けというよりかは、そういったちょ例えば都市と地方の格差という一つをとっても、どうしても国全体のその、まあ、攻防というかですね、栄える滅びるに関連してくるということだと思います、ね。そうですね、まあ、中央でやっぱりいろんなものを握ってしまっている以上、そこから差配されるっていうシステムなので、どうしても地方っていうのは自分たちでやりたいことできない、もう国の中央の意思に従うしかないという構図が崩れませんから、やっぱここ崩さないと、まあ、地方が成長するっていうきっかけに出てこないんじゃないかなと思うんですよね。ただその統治機構改革っていうのをやろうとすると、ものすごいエネルギーとものすごい時間がかかるかなと思います。そう、こんな感じで大丈夫です。今のお話を、ま、短く言うとこのぐらいなのかなと思っています。ニコ生の方で真面目だなみたいなコメントがあるそう、ね、まあ、もうちょっと、うん、そう、緩くてもいいかも。そうですね、そうですね、もうちょっと行きましょうか。今ニコ生の方でコメントいただいてたのが何だっけ、質問があったり、まあ、単純なやつで、そう、単純なやつで、政治家になるにはどうやったらいいですか。政治家になるにはどうなったらいいですか。政治家に出るには、はい、まず一般的には参議院以外はですね、はい、25歳にまずなることが必要です。あ、はいはい、25歳以上、はい、で、まあ、選挙を、自分の出たい選挙に出まして、はい、で当選をするということに尽きるわけなんですが、はい、まあ、その当選をするためにどういうことをやってるかっていう話なのかな、はい、多分そうなのかなと思いますね。そうですね、うん、はい、まあ、まずやっぱり知名度というか、はい、まず林浩樹を知ってないと書こうという気にはならないと思うの で、ね、投票所 で、ね、はい、まず自分を知ってもらうために、はい、はい、まあ、いろんなことをやるんですけれども、はい、まあ、街頭演説してるとかですね、はい、そう、辻立ち、まあ、そうそう、辻立ちをするとかですね、やってますけど、はい、はい、まあ、まずそうやって名前を覚えてもらう、はい、だから有名人は結構楽ですよね、はい、そうですね、グリーンさん、うん、あとどうしてもですね、事務所を維持したり、はい、いろんなこう印刷物作ったりっていうところでお金がかかるので、多少ですよ、はい、多少のお金は必要かもしれません、はい、私はなんとかギリギリ、はい、まあ、8ヶ月って短いです、ね、期間だしね、結局のところは、はいはい、まあ、なんとか持ったんですけど、はいはい、あれあと数ヶ月続いたらもしかしたら資金ショートしてたかなという感じですね、はい、うん、であとは、はい、なんだろうな、まあ、で、うん、あとはでももうひたすら本人の熱意なんじゃないですかね。結構ですね、街頭演説とかやってたりとか辻出しやっててもですね、はい、必ずみんなどっかで思うらしいんですけど、僕も思いましたけど、はい、俺何やってんのかなって思う瞬間来るんですよ。何やってんだ、結構根本的ですね、それは。ほんでたまに罵倒を浴びず、うん、罵倒されるというか罵声浴びされたりとか、政治家だというか政治家を目指してるというだけそう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 、はい、っていうことはありますね、うん、まあ、それは実務的な話であって、うん、やっぱりそもそも、はい、じゃあ自分が政治家になって一個でいいんで、はい、何をするために政治家になるんですかっていう、そこのビジョンがないと、はい、うん、ダメだと思いますね。そう、うん、じゃないと逆にその続きません。あ、自分これやるのに、だって政治家なんて最近よくね、仲間に言うんですけど、はい、やっぱり政治家っていろんなところで自粛を求められる職業なんです。自粛、ものすごく、はい、うん、やっぱりその遊んでるようなところを見られていれば、それがたとえ自分で休日だと割り切ってやっていても、うん、やっぱりあいつ遊んでるって言われちゃいますし、関係ないですね、そうそうそう、はい、はい、うん、だけどほら僕の周りなんかはみんなね、はいはい、今一番勢いのある年代だったりしますからね、活動的な若いで、いろんなところでこう、ね、はい、遊んだり、はい、まあ、子供と一緒にどっか行ったりとかっていうのをいっぱいやってるわけなんですけど、はい、うん、まあ、そういうことをある程度こう人の目を気にしないとやれないっていうところあるんですよ。だそんな形でこう自粛を強いられる職業ではあるので、そうするとだんだんね、俺ってここまで我慢して、はい、で人にもいろんな文句を言われ、はい、やってる意味あんのかなって思う人たちもやっぱ出てくるんですよね。その時に、いやでもここを我慢してでもこれを僕は成し遂げたいんだって思えないと、はい、やっぱり政治家っていうのは続かないんじゃないかなと思いますね。なるほど、確かに。ちなみにすごい
こんなこと聞いていいのかなっていうことを聞くんですけど、今からその、ね、ガツガネと続かないっていう話もあったんですけど、うん、仮に例えば林さんが第1回目の立候補で、まあ、当選しなかったとした場合って、うん、今何されてると思います？当選しなかったら、はい、もし次をやっぱ目指すと、うん、次をまあ目指す、はい、目指していたと思いますが、そうするとどんなことが、あ、どんなことが必要になってくるんですかね、その政治家大変というか、次目指す上で、うん、4年間次最大であるぞってなったら、あ、これはもうやっぱりね、はい、多分もう一回なぜ政治家になりたいのかっていう投票から始めるんですよね、投票して、はい、その上で、ま、はい、その上でさっき言った通りで、はい、いや、これをやりたい、はい、うん、はい、そのために、はい、4年間、はい、浪人生活をすると、はい、いうことを、はい、どっちを天秤にかけてどっちをこう上に持っていけるかで、どっち、まあ、政治家、あ、どっちか、はい、どっちっていうのは、はい、自分は政治家としてこれを成し遂げるということと、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、そのいろんな苦労に耐えられるかどうか、あ、はい、はい、だと思うんですね、はい、もしくはそれ以外にやりたいことがあるかどうかですね、はい、なるほど、なるほど、まずそもそも次も政治家を目指すかどうかっていうところで大きな天秤があって、で目指すとなった場合、うん、でもやっぱりその、まあ、今次にそのじゃあもう林さんがまず一番っていうことをちょっともうちょっと聞いてみたいと思うんですけど、うん、それを目指すって決まったとしても、うん、やっぱりそれについて勉強しているだけだと選挙では選ばれないじゃないですか、うんうん、となってくると何が必要なんですかね、まあ、まずは知ってもらうことなんで、はい、とにかく、まあ、今でもやりますけどね、はい、まだ知名度全然ないと思ってますんで、はい、やっぱり、はい、まあ、いろんな人に会う、はい、会いに行く、うん、はい、で、まあ、よくね祭りとかに顔を出してばっかりいる政治家ってどうなんだっていう話もありますけど、はい、それはね、はい、実は大事なことで、はい、うん、まず、まあ、知ってもらうっていう意味でも大事ですけど、はい、やっぱりね、はい、祭りに行くと、はい、人と話す時間っていうのは作れるんですよ、はい、そこの地域の人と、はいはい、で今どういうことが、はい、問題なんだと思ってますかとかですね、はい、今街で困ってることって何ですかっていう話をこう聞けるんで、うん、そうすると、あ、今この地域ではこうなんだっていうことが分かるから、はい、まあ、それに対してじゃあどうしていったらいいんだろうっていうのを考えられるとかですね、でとにかくやっぱり浪人中の議員っていうか、はい、うん、まあ、方々がやっていることっていうのは、はい、とにかくそうやって足を使って、はい、いろんなところで自分の名前を知ってもらうっていう活動をやってます、はい、うん、じゃあただこう挨拶して壇上に上がって私が誰々ですって言って挨拶して帰るんだけじゃなくて、ちゃんとそこで地元のそこにいる方々とこう、なんだろう、こう生活の問題とかそういうのをいろいろ話したり情報交換したりってことをされてるってことですよね。そうですね、はい、でも綺麗に言うとそういうことですよね。ですよね、はい、我々はだって普段そこに混ざらないじゃないですか。なんていうんですか、多分その20代の子とか学生さんとかが多分お祭りに行って、うん、でもでそうすると最初の挨拶とかで、うん、どこどこの党の議員の何々さんのご挨拶ですとかでわーってなって、でその姿は多分見てる人結構多いと思うんですよ、うん、あるいはなんか終業式とか学校の終業式とか始業式で町議会議員さんとか議員さん、地元の議員さんとか来て挨拶してるの見たことあるんですけど、多分その後に交流したことがある若い人ってほとんどいないような気がするんですよね、うん、実際はそういうことされているけども、そっか、でもこれはそれはやっぱある程度どうなんでしょう、特定の方とお話ししてるんですかね。でも議員さんの側からすればそんなつもりはない、うん、でも大体、はい、大体ですね、それはまあ人によってどこにアプローチするか全然違うんですけど、大体運営本部みたいなところに挨拶に行って、はい、そこでお話をするっていうのがまず一つのパターンですよね、はい、影響力のありそうな人と話をする。そうですね、まあ影響力が、まあ、まあ、ありていに言うとそういうことですね、顔立てる、顔立てる、ありていに言うとそういうことなんですけど、まあ、その後は結構出店なんかを回ってですね、はい、買ったついでになんかいろいろ話すると意外と話弾んだりするんですよ、はい、はい、そうですね、そういうのを結構なんかそれ別に議員だからっていうより結構ねやってると面白いですよね、うん、確かこの前も岩出山で私 の, 活動の仲間たちが岩出山でイベントをやってた時に村井知事がいらっしゃって、うんうんうん、で一緒にこう卵持って記念写真とか撮ってみんなはしゃぎまくってましたけど、それ選挙の時じゃん。いや全然、あ、でもそうですね、知事選の時、選挙の半年前ぐらいとかですかね、はい、知事選の前、そうですね、はいはいはい、やりますよね、やっぱそういうこと、ね、敵屋じゃないのかって今ね、はい、コメントあったんですけど、はい、大体小さい地域の本当に、はい、町内会単位でやってる祭りは、はい、まあ要はそういう敵屋さんっていう人たちじゃなくて、はい、地元のお父さんお母さんがこう見てやってたりとかっていうこともあるので、はいはい、そういう時ですね、まあ、別に敵屋さんもお話すると面白いですよ、うんうん、本当に、うん、
やっぱね、切実にこう街を見ながら仕事してますから、ね、人たちは。ああ、そうですよね。いや、これどうなんだろうなって思って頑張りますやっぱそうやって本当にいろんなところにまず行って顔出して覚えてもらって、うん、っていうことをやっぱ続ける政治家になるためには、あるいはじゃあ有名人になるっていうのも一つの方法なんですか、ね、本当そうですね、はい、テレビなんかにバンバン出て名前が有名になると、はい、それはね、はい、それだけで結構な効果があるようです、はい、選挙においては、はい、だから特に参議院選挙の時なんて、はい、有名人移行するでしょ、はい、結構しますね、全国候補はもうみんな、そういう人ばっかりの人もありますよね、はい、だからそれは当然志があってやってればそれで構わないと思うし、はい、ただまあ今日ダブなしっていうのはあれですけど、はいはい、やっぱりねその票を党としてその政党が党として票を稼ぐために有名人を立てるっていうことも当然あるわけです、戦略としては、はいはい、有名じゃ強いですね。強いですよね。有名になっときゃよかったなと思って。何かで。ですね。でもあえて活動してる千葉じゃなくて地元の宮城で立候補したっていうことです、ね。そうですね。まあ、やっぱそこはもう志でいくとそうなるっていう話なんです。じゃあそんな前半はちょっと政策についてって話だったので、はい、そこでその林さんが今そのどうしても成し遂げたい、うん、まあ、最初の自己紹介の中でも多分出てきてるとは思うんですけど、改めてその林さんが今国会議員として、うん、したいこと、うん、その政策で言ったらまずこれなんだっていうのをもうちょっと聞きたいですか。大きい枠で言うと、はい、僕は2つもともとあるんですけど、はいはい、これ震災っていうのが起点だからこそなのかなと思うんですが、はい、一つはですね、はい、エネルギーですね。エネルギーをどこまで、はい、国の中で自前で作れるかっていうのにチャレンジしたい、はい、でもう一つは、はい、どれだけ食料を、はい、自国内で作れるかっていう食料、はいはい、あるいは自国で作らないんだったら、はい、どうやって国民の食料っていうのをどんな状況にあっても、はい、このぐらい確保できますよっていう外交ができるか、はいはいはい、要は食料とエネルギーですね、はい、まあ、この2つを抑えるっていうのが実は非常に重要なんじゃないかなと思って、まあ、念頭にあるのは、まあ、震災の時にエネルギーと食料が不足したっていうのを、はい、まあ、特に宮城県とか、まあ、東北の人は結構シビアに感じたはずなんですよね、はいはい、でそれをこうちょっと話をずっと先の方までこう考えていくと、はい、最終的にですね、まあ、貿易でも何でも基本的にはまあ武力を使わない戦だと思ってるわけです、うんうん、外国とこうどうやって渡り合うかっていう、はいはい、その時に重要なっていうのは、まあ、戦っていうのは食料って大事ですよね、はい、うん、で、まあ、エネルギーっていうのは武器だと思った方がいいと思うんですよね、うん、まあまあ、そういうある意味では兵隊さんたちの、はいはい、まあ、動くためのエネルギーっていう意味、まあ、食料にかぶるんですけど、はい、まあ、要はですね、いろんなものを賄うための、はい、人間にとっては食料を、まあ、装備にとってはエネルギーっていうものをどれだけこう自国で賄えるかで、実は交渉力が変わってくると、はい、安全保障でも何でもですね、実際の戦争云々の問題ではなくとも、うん、その外交上においてその日本という国がそこで、うん、まあ、だからいわゆる昔で言ったらその兵糧攻めされた時にすぐ白旗上げなきゃいけないような状態ではやれないと。そうですね、外交も不利になるだけだと。そう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 、はい、だから、はい、ちょっとね、はい、今集団的自衛権とかの話してるじゃないですか、はい、で、はい、別にこれについてのぜひ今日言うつもりはないんだけれども、うん、はいはい、基本的には、はい、一番これをやりたがってるのは外務省だと言われてます。外交をやるときに、はいはい、いかにその外交を有利に進めるための、はい、カードを作れるかっていうのが、まあ、外交官が欲しいものですね、はい、なのでこれはどっちかというと防衛省よりも外務省の方が躍起になってます、はい、でもそのぐらいやっぱり重要なんですよね。外交でどういうカードを使えるかっていうのは、はい、今このグローバル化と言われるこの、ね、はい、時代において、はい、海外と海外の国々とこう渡り合うためにどういう武器を作れるかっていうのは結構重要なことなんですね、はい、でその時に今日本っていうのは、はい、まあ、震災後は特に、まあ、石油を多く輸入するようになってるんですけど、う、ね、はい、昨日経産省に確認したら、はい、今 83% って言ってたかな、はい、まあ、中東に依存してるっていうことですね、ですね、石油、はい、原油のうちの 83%、はいはい、ガスもそうですよ ね、 そうですね、はい、そう、火力系のやつは全部そうなんですよ、はいはい、でこれ結構実は危なくて、はい、中東で今危機が起こったら、じゃあその思いっきり依存してるガスなり原油なりっていうの、はい、じゃあ今度どこから持ってくるのって話になって、はい、だから本当はもっと別のところから分散して輸入できるシステムを整えておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、つまりこういうことなんですね。松井元の中でもそのイランがそこの海峡なんで、ホルムズ海峡でしたっけ、
あれイランのところ何でしたっけ、あそこの海峡を封鎖されたら日本に来てるエネルギーの半分ぐらい止まっちゃうっていうような話も、そのエネルギー問題とかの話の中で出てきたことがあります。そうですね、今なんかサハリン経由してロシアからこうパイプラインでとかっていうのを自民党さんが、はい、はい、考えてるみたいなんですが、あ、はい、これも非常に一つの重要な手段ではあるんじゃないかなと思うんですよね。だから日本は今のところロシアとはあんまりこう対立しないようにしているとなるほどですね、そういうのも見えてくるということですね、はい、はいはい、具体的にはどこから自給するみたいな、あ、自給、まあ、でも一番やっぱりその運んでくるコストっていうのもかかりますんで、はい、そういう意味ではパイプラインが作れると非常に、はいはい、入れやすい、輸入しやすいっていうのがあって、やっぱりそのロシアっていうのは一つ大事な場所なんですよね。結構原油って空輸とかもできませんし、タンカーで運んでくるしかないですから、その持ってくるっていうこと自体に実はすごくコストがかかるんです。なのでじゃあ外から持ってくるくらいだったら、はい、日本の国内で使えるエネルギーっていうのを育てていった方がいいんじゃないですかっていうのが僕の考え方なんです。でそこに今再生可能エネルギーっていうものが今注目されていて、はい、で、まあ、再生可能エネルギーまだまだハードルいろいろあるんですよね、はい、あるんですけれども、はいはい、まあ、だからハードル高いからやらないっていうのは良くないんじゃないかと、はい、ハードルが高いんだけれどもそれを達成した暁にはその技術を確立した時には、はい、まあ、日本国内でしかも、まあ、ほとんど CO2 を出さずに、はい、あるいはこうオフセットを相殺できる、出しても相殺できるような形で、はい、まあ、エネルギーが供給できるっていう状況が作れるので、うん、だからその、あの、いろいろねあるんですけど、はい、その再生可能エネルギーにこう、ね、お金を高いお金を払って育てる意味があるのかとかいろいろ言われるんですけど、はい、じゃなくてそういう自国の中でエネルギーをこう供給できる限り供給するっていうシステムを作るためにやりましょうっていうことなんですね、はい、なるほど。例えばね、はい、だからもちろんね、これ ね、 これするとですね、はい、電気じゃ重油の代わりにはならないよって、そうなんです。あ、そうです、ね、だから結局重油っていうのは最終的に必要なんですよ、はい、なんだけれどもその電気に使う分の重油をいらないと、そこはいらないと、で本当に石油として使う分だけでいいですってことになればですね、あ、はい、まあ、今、はい、あの、はい、その石油代だけで何兆円もこう、はい、外に払っているお金を、はい、まず日本の国内で使えるようになるじゃないですか。はあ、いやでしょ、だってどうせお金使うんだったら、ね、はい、例えば仲間の店で使ってあげるとかよくあるじゃないですか。それと一緒で、はい、そんだけ何兆円も使うんだったら、はい、外じゃなくて日本国内に投資という形で使ってしまった方が、はい、まあ、経済成長にも貢献できますしっていろんな意味があってそう考えていますと、はい、いうことです、はい、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですかね、はいはい、なるほど。これがで、それもやっぱりその震災の時の経験もあって、うん、でそれはやっぱりそのただその国政の中できちんと訴えていかないと解決しない問題で、それがやっぱりその非常時にはその被災した一つ一つの地域とかにも影響してくるような問題だということで、そうですね、はい、やっぱりその特に電源っていうのを、はい、うん、まあ、その石油がなかったら発電できませんとかいう状態になってしまうと、まさにあの震災の時みたいな状態になってしまいがちなの で、 でそうじゃなくて、まあ、例えば今ここだったら東北電力さんがね、プラントを持って発電してもらってるわけなんですけど、まあそれもそれで一つなんですが、そうじゃなくてこう地域ごとにですね、こう小規模なこう発電装置があって、それで基本的に普段は賄えてますよとなれば、どっか一個やられてもじゃあこっちから融通しますとかっていうのやりやすくなったりもするので、災害対策的には非常にいいんじゃないかな。リスクはできるだけ分散していけないんですけど、はい、そういう、なんていうんですかね、ベネフィットといいますか、はい、その便益というものは、うん、まあ、こまめにこういろんなところに配置するっていう思想は割と自分には合ってるのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。あともう一つ、あの、すみません、ちょっとあのユーストリームの方のですね、テロップが先にこう切り替わっちゃってたんですが、あの、今は林さんの、林さんとして、その国会議員林さん、林裕樹としてのその成し遂げたい政策で、次あのまた10月か、あのちょっと時期がわからないんですが、9月になるのかな、あの臨時国会の開催が予定されてますけど、そこでのその重要な政策あるいはその法案とか、林さんの目線から見てこれが重要なんじゃないかっていうものって何かあるかなって話もちょっと聞きたくてですね、ちょっとリアルタイムな
政治のお話と。わかりました、はい。それはですね、はい、結構これ、はい、これこそまさに政局に近いんですけど、はい、実は本来ですよ、はい、重要な論点になるであろうというのは実は3つありまして、はい、まず消費税 10% に上げるかどうかですね、うん、ああなるほど、はい、はい。もう一つは原発の再稼働についてどういうふうにしていくのか、はい、本当にそのままやっていいのか、はい、どっからで、はい、止めなきゃいけないのかとか、そういう議論をしなきゃいけないですね、はい、でもう一つ最後はやっぱり集団的自衛権ですよ、この3つをやんなきゃいけないと思うんです、はい、できる限り可及的速やかにこれはやらなきゃいけない、はいはい、なんだけれども、はい、まず秋の国会がものすごく短い期間で設定されているので多分できないんですよ、はい、全部、はい、でかつ特にその原発再稼働あるいは集団的自衛権っていうのは、はい、まあ、ちょっといろいろ問題が、うん、問題がって言ったら変ですけど、まあ、その議論になるじゃないですか、まあ、そうです、意見が割れてると、そうなると、はい、政権的にはちょっとしばらくやりたくない、万全の体制を整えるまではやりたくないっていう意思が働くので、はい、まあ、だから来年の通常国会にやりますって言ってるんですね、はい、うん、はい、なので、まあ、原発再稼働は来年とかじゃなくて、まあ そうですね、まあ、そのまま進んでいくんですけど、はい、あえて議論にはしないよというような形になってるのでと、はい、いうことで、出てきてるやつがあるんですけど、はい、すいません、画用紙、はい、画用紙ください、新聞記事のやつと、うん、そっちのやつも両方持ってきてくださいということで、一応新聞記事だけ持ってきたんですよ。あ、はい、ありがとうございます。でですね、じゃあ先にこっちの話から聞くと、今秋の国会で、はい、こっちに移せばいいのかな、はい、秋の国会で、言われているのが、まず地方創生本部、地方創生、地方をどうするんですかと、これ、あ、これ女性登用って書いてある。これ女性のやつしか書いてない、これ。地方のやつ入ってない、あ、まあいいや、地方のやつ、地方をですね、はい、どういうふうにこう成長させていくかっていうことが実は非常に大事なんで、はい、ということで、安倍さんがですね、この今集団的自衛権の、はい、議論のために、はい、安全保障担当大臣というのを作るって言ってますよね、はい、でそれと並んで、はい、地方創生担当大臣というのを設置してですね、あ、その地方をどうやってこう成長させていくかっていうのをやりましょうと言ってます、はいはいはい、でこの間ニュースになってましたけど、町人仕事創生本部か、はい、っていうのをこう立ち上げましたよと、町人、あ、はい、県だけじゃなくて、そうですね、はい、そういうことをやっていくと、はい、これを重要テーマの一つとします。であとは、はい、あと、まあ、この新聞記事のほうなんですけれども、はいはい、まあ、これがですね、まあ、女性登用って書いてますよね、はい、いかにこう女性にこう活躍してもらえる地域を作るかっていうのも一つ秋の重要なテーマにしましょうと、うん、今安倍政権としては言ってます、はい、はいはい、まあ、この2つが多分メインになっているんでしょうね、はい、というところなんですけど、はい、まあ、実は、はい、消費税 10% に上げるかどうかっていう議論に、はい、野党がどこまでこう突っ込めるかっていうことも大事なことなんじゃないかなとは思っていて、そういうチャンスがあればというか、さらにそういうチャンスを作らなきゃいけないかなと思ってるんですけど、はい、実はですね、この消費税、皆さんちょっと聞きますけど、はい、消費税 10% に上げるべきかじゃなくて、上げると思いますか、それとも上げないんじゃないかと思いますか、どうですか、直感的に、うん、上がると思ってました、上がる、はい、そうですよね、もう覚悟してました、上がると思ってますよね、はい、はいはい、で今のまんまいけば多分上げるって言うと思うんですけど、実はですね、はい、安倍さんというか安倍政権には上げない方が得になるっていうケースも考えられるんです、はい、っていうことで、これ結構ね、はい、考えると、はい、あ、なんかいろいろあるなと思って、はい、でちょっと今日はですね、それを分かりやすく説明するために、はい、あ、なんか紙芝居が紙芝居すげえ、ちょっと誰か BGM なんかテケテン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 みたいなのないですか、これ映ります、はい、はい、映りますか、どうですか、あ、今ちょっと拡大してもらってですね、はい、ニコ生の方映りますかね、これ、あ、そうそうそうね、はい、いや、これうちのスタッフがですね作ったんですけど、これ、はい、安倍さん似てますでしょ、これ似てますね、はい、はい、でね、今のまんまいくと普通にこれ消費税 10% に上げますって言うんですよ、はい、でそうすると、まあ、当然その消費税上げられると困る、特に中小企業とかですね、そうですね、飲食店の経営者とかですね、はい、そういう個人単位で頑張ってる企業なんかは特に結構打撃なんですね、実質的に小さいお店にとっての増税ですよね、そうですね、消費税の増税って、はい、そうそう、はい、そうするとですね、まあ、この下にね、はい、うちのスタッフもちょっと口が悪いんでこういう書き方になってますけど安倍さんすいませんってね、はい、本当に、まあ、ふざけるなとかですね、はい、言われてると、これで私たち死んでしまうわというような話になっちゃうんですよ、はいはい、なっちゃうんですけど、はい、実はね、今消費税 8% になっちゃうじゃないですか、はい、
あれ民主党政権の時に、はい、最初に消費税上げるっていう話が出た時って実は 7% から 10% にするっていう話だったんです、はいはいはい、5% だったのを最初 7% にして、はい、で次 10% にしましょうと、はい、いうことで案が出たらしいんですね、はい、ところがそれを、まあ特に財務省関係があったんだと思うんですけどね、はい、いや、だったら 8% にして10% にしましょうという進言をしたと、はい、いうふうに聞いています僕は。なるほど。当時の状況を知る議員さんからね。民主党政権時代に。そうですそうです。はいはい、で、まあ 7% にしようが 8% にしようが最終的に 10% にするんだったら一緒じゃないかと、はい、いうふうに皆さんも思うと思うので、はい、まあじゃあここは 8% にしましょうねと。ああなるほどなるほど。いうことになったみたいなんです。はいはい。うん、でところが実はここにですね、はい、トリックが仕掛けられていて、はい、10% にもしかしたら上げられない状況というのがその時できちゃうかもしれないで財務省は思ったらしいんですよ。ああなるほど。その後の政治的な状況によっては、はい、だから 7% に上げてみたものの、はいはいはい、なんか突発的なことが起こって景気が悪くなって、はいはい、10% これ当然無理だとなる可能性があった、はいはい、だったら 7% だとちょっと足りないんだが 8% ならギリギリ OK っていうラインだったらしいんです、はい、あ財政上、はい、なので 8% まで上げてくれたら、はい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 、あとうん、じゃあもう10% に、まあ、したい 10% になるに越したことはないんだけれども、はい、まあ しなくてもまあなんとかできますよなるほどというようなことだったらしいんですね、はい、でさっきちょっと言いましたけど、はい、この秋というかここまでの状況で、はい、まあ、集団的自衛権の話とか原発再稼働とか、はい、まあ、その他もろもろいろいろありましたね。セクハラやじとかありましたね、うん、で滋賀県では、自民党さんの候補者負けちゃったりと、あ、はい、で支持率も、はい、まあ、はい、最悪って今書いてますけど、ここに、はいはい、まあ、それでもまあ 50% に近いんで、ね、いまあ、結構高いと思うんですけど、まあ、それでも支持率としては過去最低になったので、はい、まあ、そういうことを考えると、はい、ちょっとね、今消費税上げちゃうと、はい、政権的にダメージでかいんじゃないかという判断をする可能性があります、はい、なるほど、ありますね、はい、そうするとね、はい、消費税をむしろ上げなかったら、はい、いや安倍さんよく判断してくれたと、あ、なるほど、いうふうになる可能性があって、はい、そうすると、ね、安倍さん的には、はい、なんか上げても良さそうだなといろんな状況を見て、はい、むしろ上げると思うし、はい、いや今上げるとちょっと政権支持率まずいだろう、もっと下がっちゃうぞと、そうすると上げないっていう、はい、どっちも選択可能なんですよ、へーと僕は見ていますという話です、ね、なるほどなるほど、なので、はい、まあ、最終的には、はい、ね、やっぱり上げないって言って、はい、むしろほら見直したぞとかね、はい、これで一気にこう支持率が上がる、はい、上がる可能性があるという可能性もありますよということですね。なるほど、分かりやすい、あ、これがさっきの話、はい、あ、さっきの話ですね、はい、っていうことも考えられるんです、はい、十分に、なるほど、なので、はい、安倍さんが今どういう判断をしようとしているかなっていうのをこうちょっと注意深く見ていくと、はい、まあ、国会では議論にならなくても必ず報道でいろんな情報出てきますから、はい、まあ、それをちょっとね注意深く見ていきたいなとは思うんですね。ただ今上げないっていう判断もあり得るよって言いましたけど、はい、実は上げない判断をするときって相当なリスクを伴うことになっていて、国際的な金融市場においては、はい、この消費税を 10% で上げない判断をした場合は財政再建が遠のくって判断される可能性が高いんです。で、そうすると日本国債の金利が上がったりとか、はい、そういうダメージも当然考え得るので、はいはいはい、そこまで含めても政権支持率が、はいはい、危機的な状況だと判断しない限りは、はい、うん、なかなか上げないという判断をしにくいんだろうなと思ってますけどね、うん、ただ、はい、今のところ、まあ、みんな上げる、当然上げるよねと思ってるかもしれませんが、はい、上げないという選択肢も実は安倍さんにはあるんですよっていう、なるほどなるほど、そういうことなんですね、はい、さっきの財務省の 7% だったらダメだけど 8% だったら OK っていう、その OK って何なんですか、まあ、OK っていうのはなんか借金だらけになってるとかって言って、そうそうそう、てる中で、例えばその借金の増加率が何パーまでだったら OK と思って財務省はやってるのか、うん、それともなんかこう改善に向かうんですよっていう方向なのか、財務省的には、上げられるだけ上げたいと思ってますで現実的な数字として 10% というふうに設定をしているはずなんですよ、はい、でただその 10% っていうと今まで 3% だったんですね、最初消費税導入された時って、その次は 5% でした。いきなりここでさらに 5% 分上げますっていうのはもしかしたら難しいかもしれない、だから2段階でやりましょうっていう話なんですよね。でその2段階の最初の初めの一歩を7なのか8なのかっていうのはこれは大きいわけですね、うん、
1% 違うだけで、まあ、税収にして大体 2.5 兆円ぐらい違うと言いますから、はい、2.5 兆円あればかなりのことができるので、だからそういう意味で本当は 10% 当然したいんだけれども、万が一ダメだった時に 8% で食い止まるのか。ああ、なるほど。あ、特にその 7% か 8% かっていうそのじゃ実際的に歳入的な面での意味っていうよりは、もう数字的な心理的な意味での8%、いずれ 10% に上げなきゃいけないと思ってるんですよ財務省。なんだけどそこまでのステップとして7なのか8なのかっていう意味では当然8の方が良いですよね。まあそうですね、確かに。っていう論理だというふうに、まあ、僕は考えているということなんですけど、はい、結納党的には上げないようにするみたいな動きはするんですか。上げないようにする、まあ、当然うちは消費税を上げて景気が冷えることが一番悪いと、そもそも増税反対、うんうん、やっぱり景気をまず回復させて自然税収というのって言うんですけど、うんうん、その景気全体は底上げして、そこから入ってくる税収をまず上げることが最初だということを我々は考えているんですね、うんうん、でその税収、まあ、景気が回復した段階でじゃあ今度消費税を上げるかどうかっていう判断をそこでする方がいいんじゃないかと、うんうん、だから景気がもし過熱してくるようなタイミングだったらそれは増税した方がいいし、うん、だからその方がいいんじゃないですかという話をして、うん、今日経平均株価とかものすごく上がってたわけですけど、まあ、今はじゃあまだあの増税しない方がいいっていう段階なんですか。我々は、ね、そう思ってますよ。なんでかっていうと、アベノミクス第3の矢っていうのがどうもうまくいかないじゃないか。うすうすみんな。そう。あの第1の矢の金融緩和っていうのは私らもやれと昔から言ってたものなので、これはいいんですよ。OK、はい、で第2の矢っていうのが、まあ、あの、まあ、財政出動ですね、はい、そのお金を増やしたお金をバッと使うというのに対しては、まあ、そもそもね、あの公共事業とかにどんだけお金つぎ込んできたって、うん、あの景気が回復してこなかったでしょ今までこの20年間っていうことから考えると、それはやっぱり限界なんじゃないかと、うんうん、だから要はその何て言うんだろうな、いろんなその簡単に言うと業界団体にお金を使うよりは、公共事業とかでね、お金を使うよりは、まあ、公共事業も大事なんだけど、うんうん、なんだけどそこに使うよりはもっとエンドユーザーっていうか国民が直接使えるお金のような形でお金を使っていった方が最終的には皆さんにお金使ってもらえるようになるんじゃないですかっていうような考え方なんですよ、うんうんうん、なるほど。じゃあその、まあ、第2のところまではある程度うまくいってるけど、第3が見えないというか、そうですね、第3はいわゆる規制改革というやつで、まあ、あのちょっと実名出してね申し訳ないかもしれないですけれども、まあ、よく言われるのは農協さんだったりとか、はい、まあ、医師会さんだったりとか、まあ、要はそういう既得権益と言われて、いるような、ね、団体に、こうメスを入れるということを、まあ、安倍総理自体もそう言ってるわけですよ。でそれが着実に実行できたら私たちはいいと思うんですね。でむしろやってくれっていう感じなんですけど、多分できないです彼らに。なんでかっていうと、そこからやっぱり選挙の時にこう支えてもらってたりっていう事実もあるし、その彼らの意思に反していやここ切り込みますっていうのは多分言えないですよねっていうことなの で、我々はそういうのがないから、はい、まあ、むしろやれる立場なんですけど、うん、まあ、いかんせんだから逆に言うとそういう固定票がないので選挙がなかなか強くなれないっていう、そういうジレンマもあります。うん、なるほど、なるほど、ありがとうございます。はい、なんていうんですかね、その消費税の話が今増税するかしないか、結納党としては、まあ、かねてより消費増税すれば、まあ、経済冷え込んでしまうし、もっと別の形があるということを主張しているけど、もしかしたら自民党側もその自分のところ その支持率という意味で、増税をしないという判断をするかもしれないって、これなんかまさに政局の話だなと思っていました。確かにね、ちょっと後半ですね、政局の話をですね、していきたいと思うんで、なんか ちょっといいこのなんか政策と政局のなんか合間みたいな話ですか、消費税の増税ってあるなみたいなことを感じながらですね、ちょっと少し休憩を挟んで後半のですね、政局の話についてちょっと引き続きいきたいなと思っています。そうですね、はい、あとちょっとね、一言、はい、ニコ生をご覧の方に、はいはい、ちょっと、もう一度最初に言ったんですけど、はい、もう一度お話ししておくと、はい、いつもの林浩樹 TV は、コメントをかなり拾いながらやるんですけど、はい、今日はですね、はい、こういう形態なので、はい、ちょっとあんまりコメント拾えてません、はいはい、ご容赦ください。何かの質問あれば気づいた中であと紹介はさせていただきますので、あるいはどんどん途中で言っていただいて、そうですね、なんか音量をもう少し上げてっていうようなこともあるらしいですけど、はいはい、上がります？これニコ生の方
音量。これマイクもうちょっと前に出しますか。あ、その方がいいのかな、はい、じゃあ後半はそういうふうにやりましょう、はい、そうですね、はいはい、あと小谷さんちょっと発言、はい、何か質問最後ありますか、はい、最後ってこの第一部の最後ね、はい、今の話の続きで、阿部さんは本気で消費税を上げるべきだと思って上げてると思いますか、はい、あ、彼は上げるべきだと思ってると思います。あの財務省、あのこれね、財務省が悪いって言ってるんじゃなくて、やっぱり財務省はお金を握っている役所なので、やっぱりこの、なんていうんだろう、借金がどんどん増えていくっていうのをどうしても抑えなきゃいけないって彼らの使命感なんですよ、うんうん、なので、消費税を上げることで税収を少しでも増やして、うん、その借金を返していきたいと思ってる、うん、で、そこにこうやっぱりですね、閣僚っていうのは触れますから、必ず特に財務大臣になるともうその人たちの意見ばっかり聞きますから、うん、あのどうしてもそういう思想になってくるんですね。でそれを聞いた安倍総理も、うん、まあ、当然そういう思想にはなっていくということですね、うん、安倍さんって経済音痴だと思わないですか。まああんまり経済には個人的には強くないだろうなと思います。うん、でこれ彼は安全保障とかですね、そっち側に関心が高いから、うん、経済は多分あの麻生財務大臣とかですね、甘利さんとかに、うん、基本的には任せてる状態なんじゃないのかなと思いますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではちょっとあの少し押したので5分ぐらい休憩を挟んでですね、うん、5時10分過ぎから第2部、はい、政局についてという話をですね、今度ちょっと突っ込んだ内容をですね少し話していきたいと思っておりますので、これが一番難しいですね、ねえ、うん、ぜひ皆さんも聞いていただいて、あとコメントも寄せていただいて構わないですよね、はい、ぜひ寄せていただきたいなと思いますので、はい、すみません、5分ほど休憩を挟ませていただきたいと思います。それでは少々お待ちください、はい、よろしくお願いします。これ流れてる。